はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。ここまで書けました。はい。え顔の部分が書けました。今日はね、バンビちゃん。今日、明日はバンビちゃん塗ろうかなと思ってます。はい、えー、皆さんね、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。えーとですね、ライブドアニュースなんですけど、まあ、はい、えー、かなり、かなりね、えー、増えてきてますね。 はい。これ、社会が回らなくなります。はい。先ほどもね、社会が回らなくなるシリーズですね。えー、私の滑舌も回っておりませんけど、はい。えっとですね、社会が回らなくなってきてますよということで、まともに、はい。えー、新潟の病院で、病院でね、はい、出される薬を、 まあ、分業じゃないんでしょうね。きっと、総合病院かなんかなんでしょうね。はい。待って、待っていたね、えー。60代の男性。はい。暴れた、暴れたそうです。で、物を壊したそうです。破損したそうです。薬の待ち時間が長すぎて、物を壊すという事態が発生してきました。 はい。これね、どう、どうなんだろうこれ精神的な病院なのかなと思って見てみたんですけど、どうやら違うみたいですね。一般の病院みたいです。はい。まあ精神的な病院だったらね、まあこういうことを起こす人がいても、まあ不思議ではないかなっていう気はするんですよ。はい。 わ、えー、かりますよね。言いたいことね。はい。心の病だったらね、待たされてることにね、もう、どうしようもできなくて、何かね、えー、できなくてね、えー、抑え、自分を抑えられなくなるっていうことがあるかもしれないなと思ったんですけど、どうやらそういった病院ではなさそうですね。 はい。えー、まあ、顕著になってきました。はい。人々が、あ、ぼんぼーんになってきているということです、えー。特にね、まあ、こう言ったら失礼なんですけど、ご高齢の方々ですね。えー、まあ、回数がた、回数ですからね、彼らはね、もう、なので、頭にね、相当、あのー、まあ、酸っぱいやつがね、 えー、回ってしまっててね。えー、まあね、脳の方をね、ちょっと痛めつけているんじゃないかなって思ってます。で、こういうことになっているということですね。もうなんと言うかもう、もうね、はい。もうどうしようもなくなってますね。で、場所が場所なんですよね。また東北なんですよ。新潟県なんですね。はい。 東北の人ってね、の、どうしてなのかわかんないんですけど、お、あれが好きな方が多いみたいでね、食べてますよね。皆さんね、バクンバクンとね。はい。あの、他のところに比べるとかなり多いですからね、東北の方はね。はい。まあ、そんなこんなでね、どんどんとこういった人々が出てきているということです。はい。もう、 ね、えー、これ近づいてきてますよ、どんどんと。 回らなくなる日が近づいているということです。でね、私、あのー、スーパーなんかに買い物行くと気がつくことがあるんですけど、えー、まあ、レジ係の人ですね。まだ那覇はね、あのー、きちんと、あのー、手打ちでレジ売ってるところもあります。自動レジで、全部が全部自動レジということではないんでね。で、えー、このレジ係の方なんですけど、 もう人の前の以前と比べて2倍の時間かかる人とかも出てきてますね。あまりにも動きがゆっくりで。なんかね、えー、飲んでるんじゃないかって思うぐらい、はい、わかりますよね、言いたい意味が。はい。えー、奥中里でも飲んでるんじゃないかなっていうぐらいね、動きが鈍い方があ出てきてます。ぼちぼち。 えー、まあ、いわゆるね、えー、食べてないと、食べてないね、食べちゃった率が低い那覇で最高なんだ。こういう感じなんでね、えー、食べてる率が高いところはもう目を追いたくなるんじゃないかなと思います。そういうわけでね、多分ね、この奥注意をね、えー、出してくれる、まあ薬局ですね。はい、病院のね、中の。 そこの人たちも食べちゃってるんでね、もしかしたらね、えー、動きがこう、おぼつかなくなってるんじゃないかなっていう感じはしますけど、そういう、まあ、予想はね、えー、まあ、できますけどね。えー、まあ、これ私の主観なんでね、はい。ただし、ええー、まあ、スーパーのね、レジなんかに行くと、確実に増えてます。 前、前よりもねえ、時間が2倍ぐらいかかってようやっとオーレジ打ち終わるみたいな人たちがね、確実に増えてます。はい。テキパキやってくれる人が減ってます。まあそういうことなんで、どん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 この傾向は、あ、顕著になってくると思います。はい。まあ自営いたしましょうとしか言えませんけどね。 そういうことでございます。こちらの記事もね、貼っておきます。えー、なのでね、皆さん、あのー、見に行ってください。どこでね、何されるかもう分かったもんじゃありませんよね、ということですね。はい、えー、頑張って、あのー、切り抜けていきましょう、もう。ね、人を見たら、あ、ボンボンだと思えっていうのがもう嫌ですけど、はい、新常識になりつつありますよね、ということです。 それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おばばでした。